天皇賞春2022予想大会、天皇賞春出走予定馬からシミュレーションしてみた。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は特別メニューでございます。シミュレーション動画となりました。本日のメニューでございます。まず一つ目、天皇賞春2022出走予定馬の確認ということで、いよいよディープモンドとタイトルホルダーが得意舞台で対決いたします。ダイヤモンドステークスを圧勝したテーオロイヤル、そして長距離重賞で連続2着のアイアンバローズ、長距離交差が揃いました。ちょっとメンバーを確認してみながら見てみたいと思います。そして2つ目、天皇賞春2022シミュレーションということで、どんな対決での競馬になるのか、枠順も出走馬も確定しておりませんが、考えていきたいと思います。注意事項といたしまして、この動画は通常の5分でわかる外球データ分析ではございません。ただただ天皇賞春の予想を楽しむ動画でございます。ビールやおつまみを用意して楽しくご覧ください。なお、外球分析についてはレース1週前に公開予定でございます。外球過去データ該当馬は重賞レース前日19時までに LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。さあ、それでは実際に天皇賞春2022年の出走予定馬を確認していきたいと思います。こんな感じで現時点での出走予定馬を柳生なりにまとめてみました。皆さんもうお決まりですかね。まあ皆さんと多分ね、タイトルホルダーかディープモンドかどっちにしようかなみたいな感じでね、選んで考えておられるんではないかなと思います。過去の傾向といたしましてね、こうやって見てまとめてみますとですね、一番人気が基本的には来ている安定的なレースでございます。ただですね、2020年2着11番人気、2019年は3着に8番人気ということでね、穴馬もなかなか絡むぞっていうことはありますけれども、基本的に1番人気、そこにまあ穴馬が絡むかどうかっていうようなレースと考えていいんではないでしょうか。さあ、それでは次確認していきたいことがございます。こちらでございます。まあ、過去ねこのような傾向になっておりまして、ちょっとね面白い傾向でございましたが、北村雄一騎士がね天皇賞春穴馬騎士でございましたね。これ11番人気と8番人気でね、穴馬2頭ともにね北村雄一騎士でございました。まあ、現在ね落馬負傷のね治療中ということでおられないんですけども、またね復活されたらね今後狙っていきたい騎士じゃないかなということでね、ちょっと皆さんも頭に入れておいていただければと思います。そしてね所属馬に関してなんですけれどもね、ちょっとねこの前の予想大会動画でね参考になったこの大阪杯でねほぼ壊滅状態だったのがね美保所属の馬だったんですよね。でエフオーリア筆頭にね、まあ、今年も壊滅という結果でございまして、ね、エフオーリアもやっぱり輸送が原因ということでね言われてますけれども、まあね美保所属ということでね立東の、まあ、関西のね競馬場に遠征して失敗ということでございました。まあこんな感じで、ね、傾向を見ますと、天皇賞春に関しては立東所属馬が10頭、美保所属馬が5頭という感じでね成績を上げておりますけれども、やっぱりね立東所属馬の方がね成績がいいかなという感じにはございます。大阪に比べるまで、まあ、マシかなーっていうことでございます。でね、まあ、この過去の結果を見ていてね、ちょっと気になるのがやっぱり2020年2着、11番人気で、ね、2着したステフェリオ、そして、ね、2019年3着、8番人気で、ね、激走したこのパフォーマープロミスですよね。この2頭なんで走れたのかなーっていうところをね、今回の動画ではね、ちょっと続いていければなと思います。さあ、それではステイフェリオとパフォーマープロミスでございます。左側がねステイフェリオで、右側がパフォーマープロミスという感じで、ね、まとめてみました。ステイフェリオでございますが、父がステイゴールド、そして母父が、まあ、スターリング系になりますんで、サンデーサイレンス×スターリング系っていう感じの配合になります。そして、ね、主な重賞勝ちクラーということに挙げてみましたけれども、重賞はね3勝していました。この天皇賞春参戦するまでということでございますが、福島記念、小倉大賞典、オールカマーという感じでね、まあ、そんな感じのステップを踏んできて、まあ、最後ねこの直前には日経賞3着から挑んでくるという流れでございました。そして右側はパフォーマープロミスでございます。父はステイゴールドですね。で母父が谷のギムレットということでございまして、サンデーサイレンス系×ねロベルト系という配合になっております。で主な重賞勝ちクラといたしましては、日系新勝杯、アルゼンチン共和国杯というのを踏んできてね、まあ、翌年参戦してきた京都記念で4着、そして天皇賞春で3着という流れでございました。これ書いてみて思ったんですけれども、まあ、共通点がございましてね、ちょっと2つ紹介させていただければと思います。まずね、1つ目の共通点がステイゴールド3区というところでございます。2018の勝ち馬レインボーライン、ゴールドチップ、まあ、フェノーメノとかね、まあ、このレースめちゃくちゃ強い馬たちでしたよね。フェノーメノとかね、これがですねステイゴールド3区なんですよね。このステイゴールドの血を引いてるっていうところはね、結構この穴馬にも関連してくるのではないかなというふうに感じました。
そして共通点の2つ目ですね。年末も有馬記念を使ってきての流れなんですけれども、2月3月、まあ、どちらかの重賞である程度前進してるんですよね。ただ、まあ、勝ったりとか、まあ、そういうことをしてないので前線っていう感じで、今世間のちょっとイメージ的に、ああいたなあんな馬みたいな感じでちょっと人気を落としてくる、そんな感じで人気を落としたところで参戦してきて、まあ、能力自体はね、前線はしてますが能力自体はあったし、まあ、適性が出てきて天皇賞春で好走というパターンね、こんな感じのパターンがあります。なのでちょっとステイフェリオとね、パフォーマーペルブスのパターン、これを覚えながらね、今後話を聞いていただければなと思います。さあ、こちら天皇賞春2020年にですね、出走予定馬でございます。こんな感じでまとめてみたんですけれどもね、皆さんどうですかね。まあ、やっぱりね、タイトルホルダー、ディープボンド、あとはね、まあ、勢いよくね、勝ち上がっていくティーゴロイヤルっていうところをね、気にされている方多いかなと思います。で、前述いたしましたね、ステイゴールド系、こちらに関してはね、黄色で塗っておきました。で、オルフェーブルであったりとか、あとはまあ、ゴールドシップ、それならのね、サンクっていうのはステイゴールドのサンクになりますんでね、そのあたり見ていければと思います。はい、まずアイアンバローズでございますが、ステイゴールドの子、オルフェーブルさんのサンクでございます。まあ、長距離レースでね、前線までっていう感じなんですけれどもね、まあ、この馬ね、結構前線するんでね、なんかさっき話してたパターンのような感じしてきますよね、いきなりね。相手なりにね、走れるぞっていうパターンがありますんで、ちょっと枠とかね、その状態面とか見ながらね、狙っていっても面白い一頭じゃないかなと思います。そして次にバルコスでございます。アーバシは2着のね、実績馬なんですけれども、まあ、現状ね、ちょっと重賞で馬券内に入れないっていうような感じでね、長丁場でね、適性はちょっと示しつつあるっていう感じではございますけれども、まあ、いきなりこのメンバーでは難しいのかなと思っております。そしてクレッシェンドラブですね。この馬ね、8歳なんですけれどもね、前走この日経賞4着、結構良かったかなと思います。でね、AJCC でもう負けて、すごい負けて日経賞で前線というパターンね、これまあ過去ステイフェリオと似ている流れなんですよね。で、この馬ちょっと注意していただきたいのがステイゴールドの3区ということでね、まあ、なかなかちょっと怪しい感じにはなってきました。で、次シルバーソニックですね。こちらもステイゴールド系でオルフェーブルの3区でございます。ステイヤーズステークス、万葉ステークス、阪神大賞典と連続3着でございます。まあね、ちょっとその阪神大賞典の走りからディープボンドを逆転するにはね、難しいのかなと思いますけれども、この阪神大賞典組ね、今年強かったということになれば、まあ、なかなか構想できるパターンがあるかもしれません。そして次にタイトルホルダーですね。この馬はまあドラメンテのキングマンボ系になりますね。まあステイゴールド系ではないんですけれども、やっぱりこの長丁場はかなり強いんですよね。で、春はね、なんか足元すごい悪くて、右足がね、悪くて、ファール全休っていう話もあったのに、まあ、一転して日経賞に参戦して、いや、これちょっとね、日経賞はどうなのかなって、まあ、皆さんも疑ってたと思うんですけれども、まあ、完全にね、まあ、目標は先ということになってたんですけれども、まあ、逃げ切る強さですよね。さすが菊花賞馬だなっていう感じの強さでね、まあ、今回、阪神で開催されるのも、まあ、大歓迎ということでございますね。そして次にタガノディアマンテですね。この馬もステイゴールドの系統でオルフェーブルの3区ですね。で、まあ、今年ね、本当に約1年ぶりに出てきた中山金馬がいきなり4着、そしてまあ前走の京都記念が2着っていう感じね、なんかかなり順調な感じでね、進んできてますよね。で、まあ、もともとね、万葉ステークスとかを走ってた馬なので、長丁場は得意ですし、この阪神のね、3200m の舞台、まあ、走ってはないので、なんとも言えませんけれども、会えばかなり面白い一頭かなと思います。そして次にディバインホースですね。まあ、ステイヤーズステークスね、昨年勝った勝ち馬なんですけれども、まあ、長丁場の適性が高いっていうところはあります。ただ、まあ、天皇賞春、まあ、この代替開催になった天皇賞春に昨年参戦してね、15着ということになっております。ちょっとまあコース適性と能力面ではね、なんかちょっと厳しいところあるのかなっていう感じがします。そして次にね、まあ、注目度も高いのかなと思います、ディープポンドでございます。昨年2着馬ですね。まあ、阪神大賞典はね、仕上げ途上でしたけれども、まあ、完全もう楽勝っていう感じでございました。まあ、今回ね、相手はね、タイトルホルダーのみかなということになりそうなんですけれども、やっぱりタイトルホルダーの方が前に行くと思うので、まあ、そのあたりをどういう風な感じで、まあ、捕まえに行くのかって。で、捕まえに行くとね、まあ、昨年みたいに後ろにいたね、ワールドピラに刺されたりということもありますので、まあ、なかなかね、ちょっとその競馬をする、和田騎手はすごい難しいんじゃないかなと思います。ただまあ、能力はね、もうトップクラスなので、まあ、安定感という部分ではね、かなり高いかなと思います。後ほどね、ピックアップしてね、話していきたいと思います。そしてテオロイヤルですね、リオンディーズ3区ということになります。まあ、未知数でね、ちょっと能力はまだまだ分かんないですけれども、なんか潜む力にしてはね、もう1番手っていう感じですよね。
成長度合いとしてもかなり面白そうというところもあります。まあ、特に、ね、阪神コースでは、ね、生涯5勝しているんですけれども、うち3勝が、ね、この阪神ということになります。まあ、長丁場の、ね、ダイヤモンドステークスでは、ね、もう本当に相手をかなり突き放してましたので、能力はもう全然違ったなという感じになります。なので、ね、まあ、タイトフルアとかディープフォンドとかそのあたりのメンバーと戦って、能力が今現状で、ね、どれぐらいなのかというところが、ね、ポイントになりそうですね。で次、ヒートオンビートでございます。こちらキングカメハメハ3区ですね。まあ目黒記念2着、そしてね、まあ、京都大賞典は8着に敗れちゃったんですけれども、まあ、そこからね、重賞3戦でね、すべて馬券内ということでね、かなり安定感あるかなと思います。でもね、まあ、この馬、ちょっとスタミナ系なのかなと思って調べてたんですけどね、母はね、マルセリーナなんですよね、桜花賞馬ですよね。なので、まあ、距離がね、どこまで持つのかっていうところになりますね。3200m っていうのは走ってないので、その部分がね、かなり未知かなと思います。そして次にマイネルファンロンですね。この馬はここに出てくるんですね。ちょっとこれはねびっくりしたんですけど、中山のイメージはあるんでね、やっぱり日経賞とかそっちを選ぶのかなと思ったんですけれども、まあ、今回ねこの長丁場の天皇賞春っていうところを選んできました。松岡騎手がね、まあ、乗りながらこう競馬を教えていてですね、まあ、3回目の騎乗ということで AJCC2 着に激走しました。7歳馬なんですけれども、まだまだ元気なのでね、まあ、長丁場の適性さえあれば力は通用する可能性があります。そして次にマカオンドールですね。こちらゴールドシップ3区、まあ、ゴールドシップといえばねステイゴールドの3区でございますんでね、ステイゴールド系のメンバーでございます。まあ、堅実にね、まあ、上がりを使うということで、まあ、結構ねそのタイトルホルダーをみんなが早く捕まえに行ったりとか、ディープポンドが動いて、まあ、前が崩れたとかそういうことがあればね、後ろでこう足を溜めてたマカオンドールの出番かもしれませんしね、ちょっと警戒はしたい一頭になります。まあ、適性はね長丁場かなりあるかと思います。そしてメロディーレーンですね。こちらもオルフェーブルの3区でして、まあ、ステイゴールドの3区はオルフェーブルですので、ステイゴールド系ということになります。まあ、馬ね、300キロ少々の、ね、小さな馬体でということでね、まあ、かなり頑張ってるんですけれども、まあ、現状ね、3勝クラスを勝てたラインでございますので、重賞ではちょっと厳しいかなということになっております。そしてユーキャンスマイルですね。キングカメハ3区なんですけれども、まあ、阪神の、ね、長丁場も得意なんですね。阪神大賞でも得意な馬なんですけれども、まあ、どうしてもね、なんか天皇賞春って全盛期にも参戦してるんですけど、5着とか4着でね、前線止まりなんですよね。で、7歳でね、ちょっとなんかこう、最近の走りを見ると、衰えが出てきてるかなっていうような感じでございます。まあ、こちらがね、まあ、ざっとこの野球の見解でございます。あとはね、有力馬と、どうしてもね、ちょっとね、皆さんに紹介したい、またね、またヘンテコリンな馬で選んできた、ヘンテコリンっていうと失礼ですけど、なんでそこから行くかなっていうような感じの馬をね選んできました。はい、まあ、前回のね大阪杯ではね養蜂レイク回避ということでね、本当にレースにすら参加させてもらえないということになりましたけれども、まあ、今回もねなかなか面白そうな馬ねピックアップしていきたいと思いますので、ね、一緒に楽しんでいければと思います。ではまずねディープポンドでございます。まあ、こちらね父絆、母父キングヘイローということでサンデー系×リファル系ということになります。まあ、昨年ね、阪神の 3200m の天皇賞春、2着に構想してますんで、まあ、血統面っていうところではね、心配必要ないかなと思います。で、まあ、ここがすごいというポイント、まず2つ。1つ目ですね、阪神では馬券内率 100% ということでね、昨年の2着を含むということで、もう非常に得意としております。阪神競馬場では4戦して2勝2着2回、さらにそのうち3戦が 3000m 以上ということで、もう阪神の長丁場のスペシャリストなんですよね。その点においてはもうかなりの強みかと思います。そしてここがすごいの2つ目でございます。まあ、昨年より、ね、かなりパワーアップしてるんじゃないかなと思うんですよね。皆さんもこれ感じたんじゃないですかね。まあ、昨年ね、凱旋門賞に挑戦して、有馬記念の時もね、結構LINE くださってた方いたんですけれども、まあ、やっぱ海外挑戦のね、あと、すんごい負けたんですよね、凱旋門賞。それでちょっとリズム崩さないかなっていうところ心配されてた方もいたんですけれども、有馬記念ではね、追い切りもすごいよく打って、なんか状態良さそうな感じするなっていうのを話してたら、まあ、2着に構想したんですよね。で、まあ、去年ね、阪神大賞典参戦した時は502キロだったんですけれども、まあ、今年で510キロっていうことでね、まあ、先進名に加えてね、こう馬体もパワーアップっていう感じかなと思います。なので、まあ、かなりね、今年は走る率高いんじゃないかなと思いますね。でもなので、まあ、ここが心配点っていうところでいつも挙げてるんですけれども、まあ、この馬に関してはないんじゃないですかね。なんかね、こう、つついてやりたいなと思いながら探したんですけれども、まあ、基本的にはないかなっていう感じになります。で、まあ、この馬先行オーバーなんで、まあ、頭数が多くなったりとか、あとはまあ外枠にね、極端な外枠に入っちゃって、まあ、前にこう馬がいて、
それをね追い越しながらこう位置を取りに行くみたいなことになるとね、最初に足を使ってしまいますんで、まあ、そんなね変な枠に入らなければ大丈夫かなっていうところでね、まあ、この枠とかだけはね確認したいかなと思います。まあ阪神馬券内率 100%、まあ、軸でいいよっていうような感じの馬かなと思います。そして次タイトルホルダーでございます。まあ、父ドゥラメンテっていう形なんですけれども、まあね長丁場強いですよね。でまあ引き続きね和夫騎手が騎乗ということになりますけれども、まあ、ここがすごいのねポイント2つ、まず1つ目でございますから、これは何でしたか、有馬記念ですね。有馬記念の時のシミュレーション動画でも話したんですけど、もうこの馬ね逃げたら勝率 100% なんですよね。で有馬記念の時も逃げてほしいなって言ってたんですけど、やっぱねパンサーらしさがいましたからもう逃げれなかったんですけれども、まあ、前走ね日経賞で逃げたじゃないですか。そしたらやっぱ最後ギリギリだったんですけど勝ち切ったんですよね。なので最初のコーナーから4コーナーまで逃げた際の成績はもう4戦4勝ということで記録が伸びました。なので逃げたら、まあ、勝率 100% ということでね、まあ、この馬が逃げれるかどうかっていうところね、まだメンバー増える可能性もありますんで、そのあたりで見ていただいて逃げるかどうかっていうのもね予想のポイントの重要なところだと思っていただければと思います。そしてここがすごいの2つ目でございます。本格化してきた4歳馬ということでね、昨年はね464キロでね菊花賞を逃げ切りましてね、しかも5馬身差の圧勝だったんですよね。で有馬記念では2番手で、まあ、5着という形でございましたけれども、まあ、馬体がねプラス12キロで476キロだったんですよ。でまあ前走ね脚部不安ということもあったんですけれども、増減なく出走してね快走したっていうところはねかなりいいんじゃないかなと思います。はい。でね、逆にまあ心配点なんですけど、やっぱり皆さんも心配かなと思うんですよね、この右後ろ足の不安っていうのはね。なんかちょっとねなんかこう足が腫れたとか痛そうだったとかぐらいだったらまあ回復したのかなと思うんですけど、いや有馬記念の後なんかもう春のスケジュールをこうもう見直すっていうのはそういうレベルになったじゃないですか。でもまあね日経賞の前に結果的に治療がうまくいきまして1週間休んだだけで牧場に乗り出せましたみたいなコメントがね調教師から出てたんですけれども、なんかプランとしては輸送を考慮して阪神大賞典ではなく日経賞を使いましたっていうことが話されてました。でまあ状態面としては天皇賞春がピークに来るようにね整えていきたいですみたいな話だったんですけれども、それでね日経賞あんなに勝ち切っちゃうんでね、まあ、最後は首差だっただけに、まあ、馬にねちょっとそのレースを使っての不安がないかな、負担ちょっとダメージが出てきてないかなっていうところだけは心配ですね。ただまあ直前の追い切り確認して、ね、問題なければ、まあ、能力は出せるんじゃないかなと思います。能力的にはもう全然通用すると思いますし、まあ、菊花賞馬ですからねやっぱりこの距離のスペシャリストですので、まあ、やっぱりね大きな条件としては一角も先頭四角も先頭なら勝率 100% っていうここですよね。まあ、最後まで先頭で動けるかっていうところになります。やっぱねディープポンドとかねあと動きそうな馬あのラインの、まあ、競馬によって結果も変わってくるかなっていうところではございます。それでは今回ねちょっとこんな感じでねかっこよく作ってみたんですけれども、野牛のおすすめこの馬ということでね、タガノディアマンテいかがでしょうか。そっちで来たかーっていう感じでねなんか皆さん話が来そうですけれども、まあ父がねオルフェーブルなんですよね。先ほどもお話してた通りね、ステークホールド系なんですけど、ハーチキングカメハメハということで、まあ、王道血統ですよね。で、まあ、鞍上もね、前走に引き続き、みゆき騎手ということでね、ちょっと面白いかなと思います。野牛なりにね、おすすめのポイント、まあ、注目のポイント3つ挙げてみましたので、お話していきたいと思います。まあ、ここがすごい、まず1つ目でございますが、脚部不安から進化して戻ってきたというところでございます。一昨年にはね、スティアーズステークス2着していて、まあ、重賞でももともと活躍するような馬なんですよね。でまあ、昨年は AJCC 9着後、脚部不安で離脱したんですけれども、まあ、今回ね、1年ぶり、中山金牌をね、プラス4キロの馬体重、480キロで出走して4着ということになりました。まあ、前走ね、京都記念は2着に好走しておりましてですね、馬体重も安定してて、まあ、ここ2戦、かなり安定感出てきたね、走りができてるなっていう感じはします。そして2つ目ですね、レースに合わせた競馬が可能ということで、逃げ馬が有力馬の場合はですね、早めに捕まえに行く馬もいますので、やっぱりペースが変わりやすいんですよね。でこの馬もね、中山金牌では後方1騎、でもね、前走では3番手で競馬ということ、でまあ、あとね、過去にはね、万葉ステークスを途中からね、動いて制覇ということもありますから、ちょっとね、この馬としてはね、ペースに惑わされないでね、自分の競馬ができるタイプじゃないかなと思います。はい、そして3つ目ですね、美味しい穴、まあ、ステイゴールド系の産駒ということですね、今お話ししましたけれども、ステイゴールド系の産駒でね、しかも京都記念を前線しての参戦なんですよね、このパターン、さっきやりましたよね、
先行して京都記念を前線したのは8番人気3着激走のですねパフォーマープロミスと同じなんですよ。なのでね、まあ、過去ちょっと見てますと、ステイフェリオと、ね、パフォーマープロミスが穴馬でしたねっていう話してたんですけれども、まあ、この2頭ね、ステイフェリオが6番で、パフォーマープロミスが8番だったんですよね。あんまり外枠はちょっと嫌だなっていう感じはやっぱりしますんで、まあ、なるべくね、内枠神様っていう感じで、ね、内枠を引いてもらって、スムーズに先行して、まあ、ロスなく回ってですね、能力発揮できれば面白い1頭なんじゃないかなと思います。ちょっとね、皆さんね、タガノディアマンってね、聞いてみてね、気持ちが揺らいだよとか買ってみたいなっていうことがあればね、ぜひコメント欄にいただければと思います。それではね、次天皇賞春2022年のシミュレーションやってみたいと思います。ちょっとね、まあ、こんな感じで、ね、昨年と同じなんですけれども、代替開催になってますんで、阪神の3200m なんですよね。で、まあ、最初がね外回りで、2周目が内回りっていう感じでね、すんごいちょっと珍しいパターンになってます。はい。でね、まあ、スタートが外回りで、まあ、ゆったりと行けるので、まあ、ある程度ね、ポジション取りはね、そんなにね、せかなくてもいいのかなっていうようなコースになってます。でも、2周目がね、内回りになることによって、まあね、昔、京都でやってた時に、3コーナーぐらいがすんごい、ジャガーメールとかでしたっけ？すんごい途中からこう動いていくようなね、ジョッキーがもう追って、スピードに乗せて、最後まで頑張れっていう感じで行くような、競馬がしづらくなっちゃってるんですよね。これ、内回りコースになりますんで、かなり負担がかかるんですよ。でまあ、最後はねコーナーが緩やかな下り坂なんですけれども、まあ、直線もね短いですし、まあ、ある程度ポジションが必要なのかなと思います。途中でこう、ね、むやみに動くのも難しいですし、向こう上面で動くにしてもね、もうスピード乗ってきた感じの時にはもう内回りですから曲がりますから、なかなかねジョッキーとしては乗り方難しいんじゃないかなと思います。でまあ、今回ね、ちょっとこんな感じで右側に想定してみましたけれども、やっぱね逃げると思いますんで、ハイトールホルダーね逃げて、まあ、直線もねタイトルホルダーでいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ポイントは3つとして、タイトルホルダーは基本的にね、横山武騎手がもともと乗ってまして、で和夫騎手になったのもやっぱりペースを乱さない、横山以下ペースを乱さないということで、すごいペース配分が上手ということで任されてるわけなんで、まあ、基本的にはミドルペースで上手に走っていくと思います。だからそういうラップを刻んでいく中で、まあ、ディープポンドがね、次にどういうふうに動くかっていうところですよね。やっぱ瞬発力勝負とかそういうところになると、ディープポンドってやっぱり他に劣っちゃいますから、なんとかね、こう自分で動いていって早めの競馬をしたいっていうところはあると思います。まあ、そこにね、まあ、昨年のように目標にするような馬がね、合わせてこられるとね、ちょっと難しいところありますけれども、まあ、基本的にディープポンドがどこで動くか、どういうふうにして動いていくかっていうところはね、レースの鍵になるかと思います。そしてね、3つ目なんですけれども、このねマイネルファンローの能力っていうところがね、すごいやや気になったんですよね。 AJCC の時も途中から外からグッと動いていくじゃないですか。で松岡騎手ってやっぱ勝ちに行こうとするんで、すごい積極的に追ってくるんですよ。そうした時にマイネルファンローが仮に、ね、この長丁場得意だった場合、ね、途中から動いてくると結構先頭あたりまで来るのか、まあ、6番手あたりで止まってるのかによってまたね変わってくると思うんですよね。まあ、ディープポンドとかね、マイネルファンローにもなんか楽な手応えで抜かされそうな感じであれば、ディープポンド動きますしね。そうするともうタイトルホルダーも早めに仕掛けられる形になるんで、かなり負担がかかってくると思うんですよね。そしたらマイネルファンロー結果来なかったのに、前の有力馬総崩れみたいなこともありそうなので、このマイネルファンローの能力ってね、どんな感じなのかなっていうのでね、ちょっとポイントになるんじゃないかなと思いました。はい、こんな感じでね、皆さんちょっとね、狙い馬どうですかね。なんか一発狙いそうな馬とかいましたかね。まあ、基本的には、ね、タイトルホルダーとかね、帝王ロイヤルとかディープポンドっていうところだと思うんですけれども、まあ、なかなかね、ディープポンドは崩れにくいのかなと思いますし、昨年ね、このほとんどの馬が未知の経験してます、このコースね、しっかり走ってますしね。まあ、ちょっとね、この馬狙っていくぞとか、面白い馬がいるぞみたいなね、こんなデータあるぞみたいなのあればね、ぜひコメント欄にもいただければと思います。まあ、今回はね、通常の5分でわかる外形データ編という動画ではなくてね、まあ、皆さんにゆっくり、ね、予想を楽しんでいくっていう動画でございます。基本的にはね、外形馬などはね、すぐこちらで野球がまとめております。最終的な外形馬やデータ外形馬に関しましてはね、出走馬が確定いたしました後、レース前日にね、LINE でお送りさせていただいております。外形馬をまとめるとかね、情報をまとめるとかいうパターンのね、だるい作業は全部野球がやっておりますんでね、まあ、皆さんそちら参考にしていただければと思います。下の概要欄からね、一部で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。今回もね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。
週末住所の外形分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外形情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外形情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。